家族で田舎に引っ越すみたいなの。うん。夏菜はどうしたいって聞かれて、うん、お母さんにはね、まだわかんないやって答えたんだけどね。で、どうしたいの？本当はね、早く家を出て一人暮らししたいんだ。そっか。ねえ、いつき。何？そんな風に考えちゃう私って悪い人なのかな？そんなことないよ。高校卒業したらさ、熊本に遊びにおいでよ。夏菜に綺麗な海を見せてあげるよ。この場所、天草の先津集落んところかな。かなり同化圏朝一で出た方がよかよ。はっ、実在するんですか？うん、私天草の出身だけんね。ほら、本当だ。よし、大丈夫という言葉を額面通りに受け取って安心した私は、自分とさえ向き合えていない臆病者だ。高校生活は目まぐるしく大変で、いつきもそんな忙しい生活と新しい環境で連絡できないんだって勝手に思っていた。私はちゃんと向き合わなきゃいけないんだ、いつきと、そして自分自身とも。ここだ。